ましょう。聖書ガラティア人への手紙の5章の後半、ね、ガラティア人への手紙の5章の13節から終わりまでですね。私は奇数節を読みますので偶数節をお読みください。新約聖書ガラティア人への手紙5章13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っております。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。はい、そうですね。まあガラテヤ人への手紙ですね。ずっとまあ学んでおりますけれども、まあ登場人物というのは、前も言ってますように、まあ、ガラティアの教会クリスチャンですね。パウロが伝道して、生まれた教会、ね、のクリスチャンたち、そして、まあ、パウロですけども、パウロが伝道して教会が形成され、ているところにですね、まあ、エルサレムから立法主義的な考えを持つクリスチャンたちがですね、このエルサレムの権威をかざしてですね、間違った教えを、まあ、もたらしたと、ね。それに対してパウロがですね、そうではないという、そういう、形でこの論争的な手紙を、書いたということですね。このガラテヤの人たちはですね、イエス様を信じて、ね、このクリスチャンになった、ね、でクリスチャンになった後ですね、どのように生きればよいかというですね、問題に直面していたということですね。そこにですね、この立法主義的な考えを持つ間違った教えの人たちが来てですね、イエス様を信じた後、割礼を受けて、そして、ユダヤ教徒になってですね、そしてこのユダヤ教徒の一派としてですね、ユダヤ教徒キリスト派といいますか感じで、
まあ、ユダヤ教の、まあ、さまざまな慣習や律法を守ってですね、生活をしなさいと。そうしてですね、この、まあ、信仰者としての完成を見なさいという、まあ、そんな方向性を、まあ、示していたということですね。しかしですね、パウロはそうではないとね、この割礼を受けたらですね、割礼を受けてこのユダヤ教の慣習に生きようとしたらですね、キリストの恵みも台無しになってしまうというね、いうふうに真っ向からそれに反対したわけですね。まあ、13節から見ていきますとですね、兄弟たち、あなた方自由を与えられるために召されたのですとね、この、まあ、自由という、まあ、言葉ですね、これはこのパウロの福音の、まあ、鍵の言葉の一つですよね。この今までこの旧約の背景にですね生きていたパウロはですね、この割礼を受け、このユダヤ教徒としてですね、このさまざまな律法的な教えや戒めや習慣に縛られてね、まあ、生活していた。おそらくその、まあ、それがですね、まあ、縛られていたというね意識はなかったというふうに、まあ、ジェームズ・ディ・ジダンはですね、まあ、解釈の中でいて、ああそうかなと思ったんですね。まあ、必死にですね、その教えの素晴らしさ、律法をですね、割礼を、まあ、述べ伝えようとしていたわけですからね、クリスチャンになる前は。で、そのまあ解釈をまあ読んでおりましてですね、ああ自分たちの、まあ、あの偶像世界でですね生きていた感覚と似ているなと思ったんですね。私たちも、まあまあ、私の学校の田舎で育ってですね、そしてこういろんなこう神社やお寺やのですね諸行事の中でですね生きていて、別にまあそれが奴隷のようにまあ縛られているという意識はなかったわけですよね。結構まあその中でですね、まあ、人生をまあ謳歌していくというかね、まあ、地域社会に生きていくという側面があったわけですけど、しかしこのイエス様を、誠の神様を知ってですね、イエス様を信じたらですね、今までのそういう、まあ、あの偶像の礼拝とか、またそういう諸行事、慣習というものがね、実はですね、本当にこのまあ、そういう奴隷の首輝きの中に、置かれていたようにこの思えるというかね、そういう、まあ、コントラストが初めて生まれてくるわけですね。まあ、そういう意味でこのイエス様を信じるということはですね、この、まあ、ユダヤ教徒であったですね、このパウロにとってもね、この自由の、まあ、与えられる経験であったとね。まあ偶像社会に生きている、まあ、私たち日本人にとってもですね、イエス様を信じるということはですね、全ての今までの、まあ、宗教とかそういう、まあ、慣習とかいうものをね、まあ、この相対化してですね、全部この脱ぎ捨てさせるね、古い衣のように脱ぎ捨てさせる、そういうこのまたこの奴隷の、まあ、鎖をですね、こうから解放する、そういう、まあ、力を持つ経験であるということですね。しかしですね、ただその自由を肉の働きかえとしないで愛を持って互いに使いなさいとパウロは言っているね。でここでですね、このパウロはですね、この自由というものの持つこの2つの、まあ、可能性がねについて、まあ、言及しているとね。一つはですね、この愛の方向にね、まあ、その自由が用いられる、愛をもって互いに使えるという方向に。でもう一つはですね、その自由はですね、
この人間のですね、まあ、自己中心的な欲求というかね、欲望を満たすという方向に働くというね、そういう、まあ、この可能性が出てくるとね。だからパウロがこの割礼とか律法からの自由を説いた時にね、ユダヤ律法主義的なね、人たちからはね、パウロは無律法主義になったのかというね、そういう法獣を進めているのかというね、批判が覚えられたようですね。しかしパウロがこの言う自由というのはそういうものではない、ね、14節ね、律法全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、ね、いうふうに、まあ、書かれて、ね、この言葉はですね、このレビ記、19章18節に、まあ、出てくる、まあ、言葉ですけれども、本当にですね、この旧約聖書、ね、のですね、まあ、エッセンスというかね、神を、ね、心を尽くし、思いを尽くし、ね、力を尽くし、ね、全てを尽くして愛せよということと、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというね、こういう、まあ、旧約の、まあ、本質といいますか、いうものがですね、を、まあ、全うするためにその自由を用いなさいということですね。だからパウロにとってこの律法からのそういう形式的外的なね、そういう慣習的な、この割礼的なね、そういうこのものからの自由というのはですね、それは律法の本質を全うするところのですね、自由であるということですね。だから、まあ、ここにはですね、パウロの律法観といいますか、そしてこの自由観というかね、律法と自由の関係がね、よく、まあ、書かれていると思いますね。これは同時にこの律法主義的クリスチャンたちに対するですね、この反論でもあったと、ね、いうことですね。16節から見ていくとですね、私は言いますと、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんとね、このですね、このパウロが語る自由というのはね、この肉の欲望を満足させるような人間のこの欲求とかね、その自己中心的な欲望というものをね、満足させるような方向にこの働かせるのではなしにね、御霊によってこのね、この歩みなさいとね、そのように語っているね。だからここにはですね、このパウロの、まあ、肉と御霊に対する考え方がね、16節以降よく出ていると思います。何かこの16節以降はね、ローマ書に合わせればローマ7章にね、相当するような、まあ、箇所のように思うんですね。まあこの最近こうアラン・アンダーソンという人の、まあ、イントロダクション・トゥ・ペンテコスタリズムという本を読んでおりましてですね、その中にこう、まあ、神聖、そしてまあ、癒し、ね、そしてこの主が死に来られる方という再臨というね、でさらにまあこう、まあ、繁栄、をもたらしてくださる方という、まあ、そういうふうなこう癒しとか繁栄とかいうね、そういうふうなメッセージがホースクエアの、まあ、そういう、まあ、4本柱の教えというかね、ペンテコステの、まあ、メッセージ特徴みたいなことで書かれているんですけども、まあ、それも、まあ、御霊によって、まあ、語られるとですね、非常に、まあ、素晴らしい実践的な、貧しい人とか辞める人に対する祝福になると思うんですけども、何かこう肉の欲望を満足させるというね、そういう方向にそれがですね、こう用いられるとね、何かこう日本の新興宗教とかね、何かこうシャーマニズムとかいう方向ではね、そう癒しとか何かこう、まあ、ご利益をもたらすというね、方向に働くという宗教非常に多いんですけども、まあ、そういうこの、まあ、
この、まあ、弱さもあるんだなということをね、まあ、ここを読んでてね、まあ、考えさせられるというか、だからペンテコステカリスマ運動というのは本当に全世界で、特に第三世界を中心に非常に、まあ、リバイバルをもたらしているわけですけれども、この、まあ、ガラテヤ書のこの16節以降の、まあ、メッセージとかローマ7章のメッセージというものをね、やはりその聖霊の働きの中で真剣にですね受け止めていかないと、この霊と肉の、まあ、この葛藤というね、このいうものをですね、説教者もメッセージの中でもまた回収もですね、その中で取り扱えないと、まあ、肉の欲望をですね満足させる宗教としての、まあ、リバイバルになってしまうね、そういう、まあ、弱さもあるというね、ことが、まあ、いろいろ反省させられているようですね。まあ、17節を言いますとですね、なぜなら御霊、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからですとね、この霊と肉の、まあ、葛藤というかね、まあ、ジェミディ・ジダンはこのローマ7章のですね24節の言葉ですね、なんという惨めな人間だろうとね、この死の体からで誰が救い出してくれるんだろうという、まあ、そういう、まあ、深刻な、まあ、実存的な葛藤を述べておりますけれども、それはですねクリスチャンの生涯の一生涯の叫びであるというね、ふうに解釈してるんですね。ここでもですね同じように、まあ、クリスチャンのうちにはいつもこの肉の欲望とですね御霊によって歩むというね、この2つの選択肢が置かれていてね、その葛藤の中にこの生かされているというね、そういう、まあ、存在であるということですね。その中でですねこの18節、御霊によって導かれるなら律法の下にはいませんとね、この御霊によって生きるのならですね、この私たちにイエス様信じたことによって与えられている御霊によってね、この導かれて、神の御心に識別してね、そしてこの自己中心的な肉の欲望とか欲求とかね、そういうようなものを退けてね、この歩むならですね、私たちはこの律法を全うする生活をしているんだというね、そういう意味で律法の下にいませんということですね。で19節からですねこの21節までは肉の行いについてね語られてね、肉のね、この欲望はですねこのような、まあ、現れを持っていると、ね、不貧困汚れ公職というね、まあ、人間の内面的な道徳的な、まあ、腐敗ですよね。で偶像礼拝魔術というのは神様との関係でね、縦の関係におけるこの誤ったこの礼拝、いやまたオカルトというかね、そしてまた敵争いそのみ憤り党派心分裂分派というのは、まあ、横の関係というね対人関係、の中におけるねこの間違ったそのこの行動というかね、妬み明帝遊興というね、さらにそういうこの対人関係の中におけるですね道徳的なこの堕落へのですね何かこう誘い水のようなものもありますね。まあ、どちらにしてもそういうこの当時のですね、この地中海世界にあったいろんなこの宗教的また道徳的なこの腐敗というものですね、そういうものがですねこのの根元にはですねこの肉の欲望がありね、このそれをですねこの問題視しているということですね。しかし22節ね、しかし御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実は自制ですとね、このようなこう道徳的な、まあ、特質について、まあ、パウロは述べていますね。ここでもはっきりとね19節20節と22節と23節のね、まあ、コントラストというかね、肉と肉の欲望と
御霊ね、肉の行いと御霊の実というね、こういうこのコントラストが現れてね、ね、それをですね、このパウロはですね、しっかりと識別してね、この御霊に導かれて歩みなさいとね、いうふうに書いてるわけですね。この御霊によって歩むとか、御霊によって導かれるとはどういうことかというとですね、それはイエス様を信じるということはですね、このガラテヤ書の前半にもありましたように、御霊を宿すということであるとね、この信仰ということはですね、それはペンテコステ以来ですね、この御霊の内住とですね、コインの表裏の関係にあるとね、そしてこの御霊によって愛を、御霊によって導かれるということはですね、この非常にですね、御霊によるこの内面的なね、強制的なこの服従の中に生きるというね、そういうふうなこの強い意味があるそうですね。だから私たちの内面にはですね、御霊によるですね、強烈なこの、あるいはまあ劇的なですね、激烈な何かそういうこの内的な力にですね、導かれていきなさいと。でもう一つですね、人間のうちには肉の欲望というですね、生きている限り決して自由にされないですね、この強烈なですね、この力が働いている、ね、この二つの力のですね、この、まあ、こう格闘の戦場であるというね、人間の内面はですね、その中でですね、この御霊の導きにですね、服して、そしてこの御霊と共にですね、御霊の実を結びなさいね。御霊の実の最初に愛という言葉がありますけれどもですね、この愛というのはですね、この後の喜びから時世までのね、全ての実のですね、派生の源になる、そういうこの泉であるというかね、いうふうにも言われますね。だからいろんなこのなんかこう道徳的な特質をまあ身につけるということ以上にですね、14節もありましたようにですね、立法の全体はこの愛であるとね、愛することにあるんだとあるようにね、この御霊の実の中心も本質もまた愛であるとね、この神様を愛しですね、隣人を愛するというね、そのところにフォーカスを当ててね、全てのことをこう識別し考え、この御霊の導きに歩まされるということですね。そして最後にこの24節から終わりまで見ますとですね、キリストイエスにつく者は自分のこの肉をね、さまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですとね、他の箇所ではですね、十字架につけられたのですとね、私はキリストの十字架につけられましたとね、受け身で書かれていますけれども、ここではですね、つけてしまったとね、この非常にこの能動的にこの書かれているね、この十字架のですね、この恵みのですはですね、私たちはキリストも十字架つけられたというね、客観的なこの受け身のですね、 100% 受け身のそういうこの恵みであるとともにですね、同時にですね、私たちは御霊に導かれてですね、このその自分の自己中心的な欲望とか欲情というものをね、これをですね、この能動的に、この主観的にね、この十字架につけるというね、恵みに根ざしてこの行動を取るというね、そういうこのコインの両面の側面があるということが教えられますね。25節はですね、もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんかとね、この進もうという言葉は、まあ、整列して立つという意味だそうですね。だからこのどう言いますか、この軍隊の何て言うね、行進のようにね、この御霊がですね、秩序を持ってこの導かれるね、コリント書にも御霊のですね、働きはですね、この無秩序な神ではないと、秩序の神であるとね、旧約聖書の民数記でも
この無秩序な状態で300万人がですね、アラノを行進したらもうあっという間にですね全滅するね。それをですねラッパーのね一つでですね、この整列やね、この前進やストップやねできるようにまあ訓練、整理整頓したとありますけれども、本当にですねこのクリスチャン生活というのはですね、この外的な何かこう野教的なですね、そういうこの外的なこの割礼、そしてそういう外的な規制によってね、コントロールされる、そういう信仰ではなしにですね、本当にこの信仰により恵みにより、そして御霊によってですね、この秩序とバランスを生み出すですね、このそういうこの信仰であるというね、そういう面でこの極端なこの熱狂主義もですね、このパウロの御霊理解においてはですね、否定されていますしですね、同時にこの外的な何かこう規制的なね生き方もですね克服されているというね、そういう御霊に対するですね深い信頼、キリストイエスの十字架に根ざした現実的な御霊理解、人間理解というものがね、ここにですね深くこの語られている。でガラテヤ書のこの箇所はですね、やがてローマ書にですねさらに詳しい形でですね結実するというね、ことでですね、本当にまあ素晴らしい手紙をねパウロは書いたと思いますね。このようなメッセージの中にですね、この今週もですね歩んでいきたいと思いますね。ではお祈りしましょう。